アイルランド島におけるゴールウェイ湾の位置ゴールウェイ湾とその周囲の地図ゴールウェイ湾の夕焼けクレア県からのゴールウェイ湾ゴールウェイ湾はアイルランドの西海岸にある大きな入り江であるこの宇都地方のゴールウェイ県が北にマンスター地方のクレア県のバレンが南にあるゴールウェイは湾の北東側にある湾は幅10から3 0トル、奥行き5 0トルの大きさである アラン諸島が湾の入り口に存在し、湾内には小さな島々がたくさん存在する。アラン諸島と本土との間から湾に近づいていくと、次のようになる。北側の海峡は、イニシシモア島とゴールウェイ県のレターミューレンの間に、あり、正式にはアイルランド語で、バラックローチ・ラーガンと呼ばれている。グレゴリー海峡は、アランオアとイニシマーン島の間にあり、 正式にはアイルランド語でバラックなエイチャ・イットと呼ばれている。ホール海峡は、イニシマン島とイニシア島の間にあり、正式にはバラックなフィブヘと呼ばれている。また、南側の海峡は、イニシア島とクレア県の間にあり、正式にはバラックなフィニスと呼ばれている。ゴールウェイ湾は、伝統的な航海用の帆船である、ゴールウェイフッカーで有名である。ありがとうございます。